こんにちは、えっちゃんです。今回はいみこ味教35やっていきたいと思います。1個目、新聞配達。以前新聞配達をしていた。当時担当のアパートに老人の部屋があったんだけど、ちょうど梅雨明けの頃に変な匂いがして大家さんに連絡したんだ。まさか老人が孤独死していたとは思わなかった。しかも死後2週間は経っていたらしい。毎日新聞をポストに投函してた間、老人は一人で腐っていたのかと思って、その時はゾッとしたよ。警察にその時の状況とか同じこと何度も聞かれて参ったわ。ん？どうして老人が孤独死していたのを気づかなかったのでしょうか。なんでだろう。なんで気づかなかったのか。毎日新聞をポストに投函してたから、ポストまでは行くから、でもその人に会わないからみたいな、そういうこと？正解。どうやら老人のポストから新聞を回収していた人物がいたようだ。あ、そういうことか。普通だったらもういっぱい溜まっちゃうからってこと？新聞が溜まっていなかったから老人が孤独死していたのは気づかなかったのだろう。生きていると見せかける必要があったようだ。ってことは孤独死じゃなくて殺人だったってことかな。ちょっと怖いですね。まあでもなんかそれよりもなんか第一発見者になるっていうの一番なんか恐怖だね。次。久々に車で田舎に帰ることにした。うちの田舎の山の方にあって本当に何もない。月明かりも街灯も民家の明かりもない山道をただひたすら走る。するといきなり人が飛び出してきた。急ブレーキを踏み、なんとか衝突は避けた。危うくぶつかるとこだった。間一髪だった。相手も無事なようだが、すさまじい形相でなんか言っている。なんだか怖くなりアクセル全開で逃げ走った。ルームミラーで確認するが、まだこっちを見ている。しつこいな。飛び出してくる方が悪いだろうが。矛盾を指摘してください。なんだろうね。何もない参道で人が飛び出してきたと。凄まじい形相で何か言っているけど、アクセル全開で走って逃げて、ルームミラーでまだこっちを見ているのかどうかが分かるっていうのはどういうことだろう。おかしいってことかな。ここまだこっちを見ているっていうのが変。正解。アクセル全開で逃げて、それからルームミラーで確認したので、暗闇でなぜ見える？暗い参道だから見えるはずがない。ってことはこの話は嘘ってこと？あ、ちょいコアですね。はい、次。中学生の頃、親父と川釣りに行った時のこと。その日は確か休日だった。両親はその頃喧嘩しがちで口論が絶えなかった。親父は亭主関白で仕事人間で、家のことを何もやらないから仕方がないと思った。息抜きというか罪滅ぼしというか、親父が時間あるしこれから釣りに行かないかと誘ってくれた。めったに親父と出かけることはなかったし嬉しかった。親父と二人で出かけるなんて何年ぶりだろう。ちょっと遠出して、確か車で2時間ぐらい。親父と外出っていうのが久しぶりだったし、母さんが水筒を持たせてくれたりしてさ、いつの間にか寝てたらしく、目が覚めたら親父がいないと思ってたら、そこは車の中じゃなくて病院だった。車が事故ったらしく、俺は首をむち打ち症状を起こしていた。後で母さんから聞いたけど、親父は不倫して結婚を迫られたらしく、俺と無理心中しようとしてたらしい。親父の行方なんて知らないか、俺はこの事件以来優しくなった母さんが好きだ。二人だけの家族だもんな。どうして事故を起こしてしまったのでしょうか。なんだろうね。親父と出かけた時に母さんが水筒を持たせてくれた。いつの間にか寝てた。あ、水筒に睡眠薬パティーンじゃない？当たってますかね。正解。水筒に睡眠薬でも入れられていたという話。家のことを何もやらないことから水筒を用意したのは母親である。おそらく母親は夫の浮気に気がついて殺そうとしたと思われる。ちなみに2人だけの家族と言っていることから、父親は事故で死んでしまったようだ。つまり母親が殺したのだ。でもね、それでも息子は全然ひょうひょうとしてる感じからすると、まあ家族の中で本当にもしかしたら不倫してて、早く死ねばいいのにぐらいに思われちゃっていたのかもしれないよね。次行きましょう。俺はとある噂の廃墟に探検に来た。頭のいかれた殺人鬼がおぞましい心理実験をしていたという噂だ。とある小部屋に古ぼけた日誌を見つけた。行儀のいい家族を拉致した。若い夫婦、夫の両親の4人だ。小部屋に軟禁したが、衣食はずっと与えてやる。こちらが提示する条件は1つ。最後に部屋を出た者を銃殺する。
夫婦愛が壊れるか親子愛が壊れるか、とても興味深い。一月が経った。夫は4人全員で帰ると宣言している。私が彼らの命を自由にできる限りそれは不可能だ。半年が経った。すでに何かを決意した様子だ。1年が経った。彼らの答えを見せてもらった。それは私の予想をはるかに超えるものだった。約束通り無事に部屋を出ていく4人を見送った。それにしても決意した人間の考える方法は時に実におぞましい。俺は部屋の中心にあった小さなゴミの塊を凝視し、真実を忘れるため足早に部屋を出た。どうして家族4人は出れたのでしょうか。若い夫婦、夫の両親の4人を軟禁したんだね。夫婦愛が壊れるか親子愛が壊れるかっていう話をしてたけど、一月半年経って、1年が経った時に4人で出れた。でも一番最後に部屋を出たものを銃殺するって書いてあるからね。あれかな、わかんないけどさ、この小さなゴミの塊っていうのがなんか子供とかお腹にいた子供系とか、なんか人間じゃないペットとかそういうことってことかな。回答します。正解。夫婦は子供を産み、その子供を犠牲にして外に出た。イカれた殺人鬼以上にその家族は狂ってしまったのだ。普通に考えて怖。だから1年間ってこと？わざわざ子供を作って子供を見殺しにして出たってこと？だとしたらクレイジーだね。これは怖い。小さなゴミの塊っていうのがまだ残ってたっていうのは余計に怖いね。次。僕たちは大雨で遊園地に行く予定がなしになったので、県内の有名な幽霊の出るトンネルに行こうという話になった。そのトンネルは県内の端っこにあり、車で1時間程度の場所にある。親友の A、B、C と僕の4人で一緒に行くことにした。その日は寒く、車の空調をガンガンに効かせていた。車はトンネルの前に着き、トンネルを見るとただならぬ雰囲気を出していた。やばい雰囲気出してるな。と A。 それに対して、いやどうせ幽霊なんか出ないでしょ。と B。 出たら出たで面白いじゃん。と C。 じゃあ行くよ。と僕はアクセルを踏みトンネルに入っていく。中盤へ来た時、異変が起きた。ペタペタという音とともに無数の血の手形が窓ガラスについていく。一同は悲鳴を上げて近くのコンビニに逃げ込んだ。あれ何だったんだろう。と A。 怖っ。と B。 あのトンネルやばいやつがいるな。と C。 そして一同はもっとあのトンネルから離れようという結論になり、車に戻ろうとした。 A と C は後部座席に、 B は助手席に乗った。早く乗れよ。と B。 でもパリパリに乾いた手形を見て僕は車に乗れなかった。推測します。矛盾を指摘してください。なんだろうね。トンネルに ABC と本人の4人で行って、運転手は僕なんだね。でペタペタっていう血の手形が窓ガラスにつく。なんだろう。後部座席と助手席でしょ。車の空調をガンガンに効かせていたから、その血の手形がパリパリに乾いてたのはもしかして乾燥でとかそういうこと。中に血がついている。正解。やばい、トントン拍子でちょっと答えられすぎて怖い。今日ノーミスで来てます。雨の日なのに血が乾いていたということは、車の中に何かがいたということ。確かにそれは乗れないね。はい。ファイル6。久々にパチンコで勝って上機嫌で家に帰っている途中、ふと見上げると街路樹に何かが引っかかっていた。そこら辺に落ちている木の枝を拾ってつっついて落っことした。拾ってみるとなんてことはない、ただの紙飛行機だ。しかし広げてみると拙い字でこう書かれていた。助けて。私はドキッとした。一体誰がどこから飛ばしたんだろう。近くには大きな団地がある。きっと誰かが助けを求めている。私には心当たりがあった。怒りを抑えながら足早でその部屋に向かった。この手紙を出した者は助からないのですか。それが分かる箇所を指摘してください。なんだろう。うわー、ちょっと待って、ちょっとこれも一発でいきたいな。久々にパチンコで勝って上機嫌に家に帰ってくる途中っていうことですよな。で、大きな団地があるのを知っていて、私には心当たりがあったんだね。でもなんで怒ってるんだ。普通怒るっていうか心配するよね。
助けを求めてる人はこの人がなんか監禁してる人とかってこと？怒りを抑えながら足早でその部屋に向かったかな？これかな？違う、ミスった。え？じゃあ私には心当たりがあった。こっちでどうでしょうか？正解、こっちだった。1ミス。部屋がわかるということは私が犯人である、筆者が犯人ということだね。監禁されてた子供がどうにか外に自分が監禁されてることを伝えたかったが、運悪く犯人に手紙を拾われてしまった。この後どんなひどい目に遭うのか。いやー怖いね。え、せっかく外に助けを求められたのに。うわー、しかもなんかパチンコで勝って上機嫌っていう感じからして結構気性が激しそう。なんか上機嫌、パチンコで勝って上機嫌ってことはパチンコに負けてたらもっと不機嫌だったんだろうなとか思ったりとかして。はい、次行きましょう。小6の頃、休み時間にトイレへ行ってから教室に戻ってみると、教室の一番後ろの窓のカーテンが膨らんでいた。誰かがふざけてカーテンに包まれているんだなと思ったが、俺はそいつをスルーした。アホなことをして誰かのツッコミを待つ遊びなのは分かっていたが、わざと気づかないふりをして本人がしょんぼりしながら出てくるのを見る方が面白いので、こういう場合はスルーするのが男子の間ではお約束となっていたからだ。俺が席に戻ってしばらくすると予鈴が鳴り、職員室へ行っていた先生が教室へ戻ってきた。それを見て他のクラスメートたちも自分のクラスへ戻っていく。日直の起立礼着席に従って椅子に座ろうとした時、気になって窓の方を見るとまだカーテンが膨らんでいた。おそらく先生が来てしまって出るに出られなくなったんだろう。そんなアホの子は誰かと思い教室を見渡してみるが、なぜか空いてる席は一つもない。しかし窓の方を見るとカーテンがもぞりと動くのが見えたから、誰かが入っているのは間違いない。カーテンを凝視していると先生に窓の外ばかり見るなと怒られたので顔を黒板に戻す。しかしカーテンが気になって仕方がない。というか、なんで先生は気づかないんだろう。授業が終わり休み時間になってからカーテンを引っぺがすと見慣れた顔が出てきた。問題児の A だった。聞けば俺の推理通り、先生が来て出てくるタイミングを逃し仕方なく窓枠にへばりついて授業をやり過ごしたとのことだ。これで膨らんだカーテンの正体は分かった。矛盾を指摘してください。だってこれ席全部埋まってたって言ってたよね。空いてる席は一つもないということは、正解、窓のカーテンの中に入っていたのは問題児の A、 それなのに空いてる席はなかった。何者かが座ったのであろう。だし、もしかしたらなんかクラス内いじめなのかなとか思っちゃったり怖い。次、私の職業はデザイナー。基本モノクロのファッションが好きでそれしか着ない。周りの人からは欠点のない女だと思われている。でも治らない癖があって、何かこぼした時その辺りにあるもので拭いてしまう。トイレで手を洗う時もついジーンズのお尻部分で拭いてしまう。そんな姿をいつも見ている彼氏はきっと幻滅しているだろう。ある日彼氏と喧嘩して殴り合いになるほど激しかった。静まり返った部屋で私はこの部屋を出て行こうと準備を始めた。彼氏はもう何も言わない。さよなら。私は部屋を出て行った。廊下で隣人が声をかけてきた。私のファッションを褒めてきた。その赤いマフラー似合ってますね。無視して通り過ぎた。お、違和感を感じる箇所。モノクロのファッションでそれしか着ないのに赤いマフラーをつけてるのが変でしょ。殴り合いの喧嘩の血？帰り血？違う？こっちかな。基本モノクロのファッションが好きでそれしか着ない。違う。なんだろう。殴り合いの喧嘩、彼氏はもう何も言わないってことは、死んでる？あ、違う。こっち？喧嘩して殴り合いになるほど。違う。何？これ？ここ？何かこぼした時そのあたりにもあるもので拭いてしまう。正解。何かこぼした時そのあたりにあるもので拭いてしまうという癖があって、赤いマフラーなのは彼氏が殴ってきた時にやり返した時の血。白いマフラーが手元にあったのでそれで血を拭いたから明るくなった。でも普通見たらわかるよね。それ褒める隣人もちょっとおかしいんじゃないかと思っちゃいますけど、しかもなんか赤いマフラーになるまで血が出る殴り合いで彼氏はもう何も言わないって死んでそうだよね。サイコパス。次、ファイル9。俺今公立中学の教師やってるんだけど、夜中の1時ぐらいに中庭から明かりが見えた。
まあ卒業生が母校に肝試しでもやりに来たんだろうと思って注意しに行ったんだ。そしたらなんか二十歳ぐらいのカップルがいてさ、酒でも飲んでたのか時々何を言ってんのか分かんなかったけど、とりあえず追い返すことにしたんだ。どうしても懐かしい母校を見たいということで、俺が一緒に回るということで特別に許可した。でまあカップルの学校での思い出話を適当に聞きながら一通り学校回ったんで、そろそろ帰ることになった。俺もやっと解放されるなーって思って笑顔でカップルを見送った。そしたらなんか僕らも卒業したかったねってカップルが去り際に言ったのが聞こえた。それ以来俺は宿直の時は絶対宿直部屋から出ないことにしている。え？矛盾を指摘してください。俺らも卒業したかったねって言ってんのおかしいよね。どうしても懐かしい母校って言ってるのに。正解。中学校は義務教育なので卒業できないということはありえない。このカップルは卒業する前に死んでしまった。幽霊になってまだ学校に居続けているということは、幽霊と学校を探検したってこと。この人はそれでも宿直するっていうのは、宿直で読み方合ってるかな。それでもなんか学校に夜泊まってもいいって思えるのがすごいね。私だったら絶対無理。はい、最後。ケンジは受験生で、この日も机に向かって受験勉強をしていました。が、しばらくしてケンジは背後から視線のようなものを感じるようになって、気になってしょうがなくなりました。そしてケンジは決心し、恐る恐る後ろを振り返りました。すると、そこにあったのは鏡。なんだ、正体は鏡に映った自分の視線だったのか。ケンジは満足し、また勉強に向かいました。矛盾を指摘してください。今日順調だね。はい、多分こういう状況でこっち側にある鏡に自分が映ってるということは、こっちを見ている視線を感じるわけないんだよね、きっと。恐る恐る後ろを振り返りましたじゃない。そこにあったのは鏡、こっちかな。違う、あ、こっちか。正体は鏡に映った自分の視線だったのか、じゃないってことだ。正解。机に向かってる時は鏡には自分の頭しか映らないはず。振り返って鏡を見たから自分の顔が映った。何者かが見ているようだ。はい、ということで変質者じゃないといいんですけどね。まあなんか視線系って結構不審者系のネタがイミコは多いので、あの私結構怖くなるんですけど、今回は結構幽霊系とか謎のもの、謎系のことが多かったんで、まあ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 ホラーな感じでしたね。皆さん、心霊系と実際にありそうな怖いんだったらどっちが怖いですか？私は実際にありそうなやつが怖いです。皆さん、こちらの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。またイミコア実況でお会いしましょう。